次回の愛車遍歴は、元トヨタ自動車の開発エンジニア多田哲也さんが登場。2012年に86、2019年にスープラを開発した偉大なエンジニア。そんな多田さんのトヨタ入社のきっかけとなった一台が登場。懐かしの愛車に思わずうっとり。これですよ、これ。おお、これだ。いつ見てもいいですね。そしてドイツ赴任時代、車両走行テストでの驚きの経験とは。230、40、50ぐらいを一般道で出すと、やっぱね、これはひょっとしたら死ぬかもしれないと思います。さらに現在の愛車はまさかの軽トラ。その理由とは。これぞね、現代のツーシータースポーツ。それこそね、FR ですから。8月31日土曜夜9時放送です。